江東区豊洲付近で撮影された映像。津波が遡上している。スカイツリー近くの遊歩道には水が溢れた。遊歩道の手すりや水門にも津波の跡が残っていた。東京湾ではこれまで被害が出るほどの津波は来ないとされ想定していなかった。しかし大震災を受けて国土交通省の審議会は千葉県の木更津港で最大 2.6 メートル、東京港で 2.2 メートルの津波に襲われ被害が出るという新たな想定を発表した。激しい揺れで